神奈川190校の頂点を決める戦いも残り2試合となりました。第99回全国高校サッカー選手権大会、神奈川県大会準決勝第2試合、横浜創英高校と桐蔭学園高校の対戦です。舞台は川崎市の等々力陸上競技場。今日はこの時期としては暖かな陽気に包まれていますが、薄く雲がかかっています。さあ今日の放送の解説は川崎フロンターレ U12 コーチの矢島拓郎さんです。矢島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは第1試合、桐光が激戦を制しました。すごい試合でしたね。すごい試合でしたね。まだなんか熱気が残ってますね。はい、さあこの熱気をもとにまたこの第2試合も熱戦期待したいですね。はい、期待しています。はい、それではベスト8からのトーナメント表を見ていきます。横浜創英、桐蔭学園ともに PK を制して準決勝進出しています。矢島さん、力はもちろんですけれども勝負強さも兼ね備えている両チームということを言えそうですね。そうですね、本当に一発勝負の、ね、トーナメント戦なんで、あの PK 戦勝ち上がってあの流れ乗っていくっていうのはよくあることなので、今日も期待できるんじゃないですかね、両チームとも。はい、それではその両チームのスターティングメンバー紹介していきます。まずは横浜創英のスターティングメンバー、予想フォーメーションで見ていきます。システムは 4-2-3-1 です。ゴールキーパー21番信田力、ディフェンスは4人、19番白鳥東馬、4番キャプテンの照井祐介、2番竹地総合、樋口正樹15番です。中盤ダブルボランチ13番細野俊也、18番原圭介、右に9番小川宇、トップ下11番桜井蓮斗、7番瓜田修吾が左、そしてワントップエースの泉秀俊です。注目は4番の照井、キャプテンとしてチームを引っ張る精神的支柱、攻守にわたってチームを勝利に導きます。一方の桐蔭学園のメンバーです。システムは 4-4-2 の予想です。ゴールキーパー1番松尾優斗、ディフェンス4人、右からキャプテン2番の中島俊之介、4番青木優斗、5番片山風斗、9番江崎仁が左、ダブルボランチ6番小野寺仁、21番中村優希、7番本田ココが右、8番広瀬隼人が左、ツートップは10番長澤圭吾、そして18番立石総合のメンバーです。注目は10番エースの長澤、ここまで2得点、チームの看板として泥臭くゴールに向かっていきます。この桐蔭ボールでキックオフされるということです。今日のゲームをさばく審判団です。主審は増澤照也、副審は佐藤蓮太郎、小野健一、第4の審判は島田博士、4子審判団によって取り行われます。初優勝を目指す横浜創英高校、3年ぶり10回目の優勝を目指す桐蔭学園高校、決勝進出をかけた第2試合、まもなくキックオフとなります。今選手たちがこのピッチに姿を現しました。左側グレーのユニフォーム、円陣を組んでいるのが横浜創英高校、右側そしてこの青のユニフォーム、こちらも横浜創英高校が今選手たちが手を取り合って声をかける、心を一つにまとめます。一方右側に陣を取っています桐蔭学園高校が青のユニフォーム、こちらも選手たちが集まって円陣を組みます。心を一つにしてこの緊張の舞台、決勝を目指すこの舞台、まもなくキックオフという時間を迎えようとしています。選手たちがこのポジションにつきました。大きな拍手。この準決勝からは人数は制限されていますが、部員そして保護者の方々も応援に駆けつけています。そのお世話になった皆さんの前でのプレー、それを楽しみにしていた両チームの選手たちです。神奈川の頂点を目指す準決勝80分の戦いが始まりました。まずは大きく蹴り出していきました。右から左に攻めるのが桐蔭学園、ここは高い位置のこのボールの競り合い、ここをかき出しました。左から右に攻めるグレーのユニフォームが横浜創英です。まずはこの高いボールの競り合いからどちらがボールを落ち着かせられるかというところ、手前のサイドから攻撃を仕掛けていく、広瀬がボールを受けます。中に入っていって一旦後ろに預けます。青木からここは左サイドロングボールを入れていく、ここはつながりませんでした。タッチラインを割っています。小野寺をめがけたボールでした。この試合は40分ハーフの前後半合わせて80分で行われます。同点の場合は10分ハーフの延長戦、さらに決着がつかない場合は PK となります。高い位置までボールを持って侵入したのは9番の江崎一、ゴールラインを割ってゴールキックとなります。
また新型コロナ対策としまして前後半1回ずつの飲水タイムが設けられています。この試合勝利したチームが今月28日に行われる決勝に進みます。ゴールキックは横浜総営、ゴールキーパーは21番の信ができます。今日の放送の解説は川崎フロンターレ U12 コーチの矢島拓郎さんです。まずは立ち上がりどんなところを注目されていきますか？そうですね、間違いなく緊張感あると思うん で、はい、で両チームでも、ね、失点少なくて硬い試合できるチームだと思うんですけど、この最初の主導権争いは楽しみですね、はい。まあ、ここまでを見てみますと、こうロングボールをこうやって競り合うようなシーンが非常に多く見られますね。そうですね、試合序盤なのでリスクを回避しつつ相手コートに押し込んでっていう意図があって、まあ、当院もね、本来つなぐチームだと思うんですけど、長いボール最初は対応してますね、はい。さあここもゴールキックになります。ゴールキックは延田美希。立ち上がり慎重に行きたいというのは、まあ、両チームにとっても本当に非常に大事なところになってくると思いますが、そうですね、ここもトーナメントとリーグ戦の違いもあると思うし、はい、本来ね、この準決勝という舞台で緊張感もあるんで、ミスはね絶対あると思うので、そこのリスクも回避するポジションでにボールを運びたいところですね、はい。さあここは中盤縦にボールを送っていきます。このボールを回収しました横浜総営。ディフェンスラインからヘルイから短くつないで19番の白鳥から中にボールを入れていきます。ここもプレッシャーが早いです。もう中盤からのこの激しいボールの奪い合いというのは両チーム見えますね。そうですね、ディフェンスラインまではいかないですけど、中盤に入ったところ本当に強くきますね、はい。さあスローインからここは8番の広瀬が受ける。しかしここもしっかりと体をつけていました横浜総営、まあ、ゴール前にボールを運びたくないという、うん、そういったこう話をしていました選手たち。ロングボールは警戒していきたいという話もしていました。ここもボールを奪ってゆっくりと回そうというところ、15番の樋口から中に入れて前を向きます。さあワントップの泉にどのような形でボールを預けることができるか。ここもディフェンスラインからゆっくりとボールを持ちながら縦に1本入れた泉にボールが入ります。その泉からサイドに開いて9番の小川が受ける。さあ小川1対1ここをかわせるかどうか。ここはディフェンスの対応、江崎がしっかりとした対応をしました。いい展開でしたね。やはり10番の泉くんにボール入ると攻撃のスイッチが入る感じですね、はい。しかし高い位置でのスローインが続きます。ここはペナルティーエリアの中に進入していこうというところ、もう一度クリア、スローインになります。まあ、こういったところからロングスローを入れているという試合も準決勝を見られました横浜総営、準々決勝ですね。ですから、まあ、こういったスローインも一つ注目していきたいですね。そうですね、スローイン、フリーキック、コーナーキックっていうセットプレーは鍵握るんじゃないですかね、はい。まあ、1点を追うトーナメントというところでは、うん、そういった1点非常に大きくなりますもんね。非常に大きいですね。精神的にもかなり変わりますし、はい、やはり守備に自信があるチームだとリードするとかなり硬くなってしまいますからね、はい。さあここも1人抜かしてペナルティーエリアの中にボールを入れていきます。ボールを受けてこのボールをかき出します。クリア、前線に持っていきますが、うん、いいですね、ここも跳ね返す、まあ、こういったセカンドボールの奪い合いというのは非常に立ち上がりから激しくなっている。泉ボールを受けて一旦後ろ、桜井がボールを受けますが、そのボールを奪って中島、中に入れる8番の広瀬、自分で持っていく。ここはチャンスになるか。ゴール前スルーパスは通りません。ここは長沢をめがけたボールでした。もう一旦後ろから組み立て直そうというところ、小野寺から左にはたいて9番の江崎、後ろに戻します。ロングボールを入れていく。さあこのボールがつながりました。小野寺、ここはマッチアップをしています。白鳥がこのボールを奪いました。横浜総営もこの辺りの本当にロングボールしっかり対応していきたいという話は選手たちしていましたが、そうですね、でも序盤の展開と変わって両チームともしっかりボールつないで攻めようという意図も見えますし、前からそれほどボール取りに行かずに、ね、しっかり構えている状態なので、はい、後ろはゆっくりボールも出る展開ですね、はい。やはり中盤は激しいですね。中盤の激しさ、そしてこの高い位置でどれだけ自分たちのプレーができるかというのも一つ大事になってきますね。さあその横浜総営のサブのメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパー、ここは信田がボールをつかみました。サブのメンバーです。12番川上隆弘、3番高山光太、5番石川春樹、17番菅原涼介、6番和田壮太、20番清水雄太郎、8番芝雄作、14番松田壮太、16番小笠原大河です。ここも持ち上がろうとしたのは桐蔭学園ですが、隙にはさせません。カウンターになるかどうか。しかしここもボールを奪いました。
広瀬がボールを奪ったところで笛が吹かれました。球際のところ本当激しいですね。はい、さあそしてこちら画面捉えているのが横浜創英のベンチ、指揮を取るのはこちら宮澤監督です。就任14年目、桐光学園の出身。さあ桐蔭がチャンスを作るか。ここは長澤からシュートを打っていきました。ファーストシュートになりました。信田がしっかりと掴みましたが、こちらは桐蔭学園高校10番の長澤のシュート。今のこのシュートいかがでしょうか。いい攻撃でしたけどね。あのテリ君いい対応でしたね。あのかわされて1対1になるよりも、あの距離から打たせるような対応ですね。はい、4番の照井キャプテンですが、この照井と10番の長澤は中学時代は同じチームでプレーをしていました。まあ、そういった両チームがまたこの準決勝の舞台で対戦をするというのは、そうですね、しかもエースと、ね、あのセンターバックでマッチアップしてますからね。そこの対決も楽しみですね。はい、お互いを知るだけにこの今画面捉えている10番の長澤は正直やりたくない相手なんですという話をしていました。今の仕掛けに対してね、あの、本当に多分利き足じゃない方で打たせたような守備の対応だったんで、そういう特徴も分かった上での対応に見えましたね。落ち着いてましたね。さあここも桐蔭がボールを握ります。左からの攻撃、叩いてこのボールを奪いました。横浜創英中にボールを入れて、さあこのボールをまたつ桐蔭がボールを奪って、ここも前線シンプルに持っていく、ワンタッチ、立石そして泉、いい連携を見せました。矢島さんからもうまいという人もありましたけども、ね、あのワンタッチのフリックであの突破図れましたね。はい、まあ、泉も一旦こうボールを受けて自分がさばくところで裏に抜け出してボールをもう一度もらいたいという話をしていましたが、そういったプレーが見えました。泉君はそうですね、創英の方ですね。はい、さあここはディフェンダーに当たってタッチラインに割ります。一方の桐蔭学園高校のサブのメンバーを見ていきます。12番小堀蓮太郎、7番原大輝、13番イギス圭介、15番中村壮太、20番飯島大地、16番山野辺比喩、14番中本俊介、11番大沢颯、19番池田龍介です。まあ、こういったサブのメンバーを見てみますと、桐蔭の方は1年生2年生が非常に多いというところで、まあ、選手層の厚さを感じさせますよね。そうですね、やはり強豪校ですからね、あのこのベンチ入りとかあのスタメン争いというのは相当激しいと思いますね。はい、タッチラインを割りました。その桐蔭学園を指揮するのは八代修監督、就任3年目、桐蔭学園高校の OP、 プロとしても活躍をしました。卒業後も活躍できる選手の育成をモットーに掲げています。さあここはクロスボールを上げていく、しかしここは中島の対応、キャプテンの中島、ここは競り合います、激しくボールを奪い合います。ボールのところに走っていったのは7番の瓜田ですが、ここはいいディフェンスを見せました。瓜田いい切り替えでしたね。はい、少し接触ありましたかね。ちょっと接触をしまして今倒れている、この今のリプレイですね、このシーンですね。カウンターにね、あの出られるところしっかり潰しましたね。はい、7番の瓜田、まあ、多彩なパスでチャンスメイクをしていくような特徴のある選手です。サイドからの攻撃も一つ魅力、横浜創英。桐蔭学園がここはボールをゆっくりと持ち上がろうとするところ、江崎から一旦中を見ます。ゆっくりと回しながら前線にどういうふうにボールを持っていくか。そうですね、お互いに、まあ、桐蔭もそうでしたけど、ディフェンスラインまでそれほどプレスはかけずに、やっぱ中盤に雨張ってる状態なので、ここにどうボール入れていくかですね。はい、ある程度取りどころというのをはっきりさせているということなんでしょうか。うん、そうですね、序盤は前から全部かけるような入り方もあるんですけど、あのしっかり後ろ構えた中で中盤で引っ掛けたら攻撃に出てくという狙いがありそうですね。はい、ここもゴール前に持っていきましたがシュートまでは打たせません。ただしかしちょっとこうチャンスになるようなシーンでのフリーキックになります。キッカーは10番の長澤。まあ、この距離ですから、まあ、どこかに合わせるというようなことも考えられますよね。そうですね、ファーサイドにおそらくヘディング得意な選手が集まった中でどういうアイデアが出てくるかですね。はい、右側に張っている背番号4番の青木がターゲットになることも多い選手ですが、さあどこを、ね、めがけてくるでしょうか。直接もない距離じゃないんでキーパーもちょっと難しいですね。はい、ここはゴール前に直接放り込んできました。ゴールキーパーの信田がしっかりとキャッチしています。10番の長澤のこのフリーキックでした。ここはゴールキーパーもいい判断しました。さあそれではここまでの勝ち上がりを見ていきましょう。まずは横浜創英の2次トーナメントの勝ち上がりです。
川は7対0、2回戦相模原八重、そして準々決勝日大と PK 戦を制してここまで勝ち上がってきました。その総栄がチャンスを作ろうという高い位置、ここは早いリスタートから中を向いた11番の桜井、ここもペナルティーエリアの中、しっかりと鍵を閉めるのが大井、そしてそこから前線にボールが渡る、ここで前を向けると非常にチャンスが広がる、ね、ここは立石のボールキープ、2人囲まれていますが中切り込んでいきました、うん、ここは果敢なチャレンジをしていきました18番の立石ですね。素晴らしいですね、あのボール収めれば攻撃始まるというところでターンして、ね、仕掛けていきましたからね、1年生からメンバーで現在2年生、まあ、ポストプレーであったりこういったプレーが非常に目立つ選手、立石選手のところもそうです、先ほどの宗、ね、谷の桜井選手の仕掛けも面白かったですし、あの、はい、ボールに迫るプレー多く見たいですよね、さあここはキッカーは8番の広瀬、どこに合わせてくるか、少し角度のないところではありますが、うん、これでもいい角度ですね、あのファーに巻いて触らなくても入るようなボール入れてくると思うんで、はい、ディフェンスの対応とかキーパーの対応難しいボールが入ってくるんじゃないですかね、まあ、試合立ち上がりからこういったセットプレーは一つ矢島さんもまあこういう一発勝負のトーナメントでポイントに挙げられていましたが、ね、さあどこに合わせるか、ゴール前直接狙っていきました、枠を捉えることはできませんでしたが、ここは壁の左側しっかりと狙っていきました。面白かったですね、僕もあのそのファーサイドに巻いてっていうのがやはり定番なんですけど、そこのキーパーの狙いとかも分かった上であの心理的な駆け引きでニア狙ってきましたね。逆を突こうというような、うん、そんなキックが見えました。さあその桐蔭学園高校の2次トーナメントの立ち上がりを見ていきます。1回戦江北6対0、2回戦総陽1対0、準々決勝法政二高は PK 戦を制しました。ここまで3試合7得点1失点、まあ、両チームともに言えることですけれども、本当にこう堅守といいますか、総栄は無失点で、そしてこの桐蔭も1失点でここまでやってきているという、そういうチーム目立ちますよね。そうですね、今の試合の入りからしてもやっぱりしっかり守備して前向きにボール奪って攻撃っていう狙いはどちらもありそうなので、はい、ワンチャンスがあの勝負決めそうですね、はい、さあここも中盤、まあ、桐蔭も持ち上がるんですが、決定的なシーンというのは作らせないという総栄の守備。さあここはボールキープ力があります。長澤から左中島、二人がかりのところ浮いたボールで抜かそうというところ、そしてもう一度中島がボールを受けます。あとは中にボールが渡ればというところでしたが、ここもしっかりとかき出しました。総栄のディフェンスで一本入れて、このポストプレー裏に抜け出す動き、いいですね、まあ、こういった動きをしっかりとしていきたいと話していた泉、あれが多分泉君の得意の形で、やはりああいう入ったところに対していいサポートがあると面白い攻撃になりそうですね。はい、その総栄としましては、今年は飛び抜けた選手がいない分、全員がハードワークをするチーム力で勝ち抜いてきたんだと宮澤監督は話していました。中からの攻撃に加えてサイドの攻撃と、まあ、多彩なバリエーションを持って相手ゴールを迫るというこの総栄です。その総栄がボールを奪えるかどうか、ここはボールをキープしました。桐蔭もやはりこの足元の技術というのは非常にありますね。それに先ほどから続いている立石選手のこの仕掛けっていうのは相手にとってすごく驚異的ですよね。はい、前半も15分を迎えようかという時間帯に入ってきました。中島俊之介がスローインを入れていきます。さあ中シュートまでいけるかというところ、中立石が走っていきましたが、ゴールキーパーの信田がボールをつかみました。まあ、この信田はゴールキーパーとしては正ゴールキーパー柳沢がいるんですけれども、まあその選手が怪我で出られない中チャンスをつかんだ2年生です。自分はチームのためもちろんなんですけれども、一番は柳沢さんが出てくれる、そのために決勝まで残らなくてはいけないんだという話をしていました。まあ、そういったメンバーへの思いというのも非常にこの選手権という大会は大きなものがありますよね。そうですよね、あの高校のサッカー部ですごく数時間って本当に濃いので、特にそこでの3年生の気持ちとか3年生同士の気持ちっていうのは本当に強いものがあると思いますね。はい、矢島さんも以前現在は U12 のコーチをされていますが、はい、その前は U18 この年代の選手たちを見てきたんですよね。そうですね、昨年はU18 を見てたんで高校年代を見てました。はい、まあ、この年代の選手たちに大事なことっていうとどんなことになってくるんでしょうか。
大事なことですね、はい。まあ、サッカーでいうと当然技術判断という常に大事なものが付きまとってくるんですけど、やはり精神的に、ね、なかなか整わない時期だと思うんですけど、はい、その中でどんだけサッカーにかけてきたかとか、自分で毎日どう過ごしてきたかっていうのがこういう最後の舞台で出てくると思うので、はい、そういうところが大事になってくるかと思いますね。その思いをまたこの決勝につなげようという両チームの戦いです。前半の16分まだスコアに動きはありません。横浜創英、ここはサイドを広く使っていこうというところ、樋口にボールを渡して走り込んでいったのはウリタ。そのウリタ競り合います。このボールは東院がボールをつかみました。さあここから前を向いていこうというところ、6番の小野寺、21番の中村勇気にボールを渡しました。この2人は2年生の同級生、1年生の時はチームメイト、そしてクラスメイトでもありました。まあ、そういった絆の強さが連携につながっているという話をしていました。ゴールキーパーの信田のところまでボールが行きました。白鳥落としたボール、さあここも細かくつないでいくのは遠い、うまいですね。非常に綺麗なパスワークで立石、しかしちょっと足が滑ったか、そのボールをすかさず奪いました。宗栄クリアをしていきます。前線にボールを放り込む。まあ、宗栄の宮澤監督も話していたのは、なるべく高い位置でリスクを回避するためにボールを持っていたいという話はしていましたけれども、そうですね、ここも長いボールを押し込んでからのディフェンスですね、はい。さあここはいい崩しからシュートまでいければというシーンでしたが、シュートは打てませんでした。まあ、本当にゴール前両チームとも集中力を切らさない、そんなプレーがありますね。そうですね、整うとやはり両チームとも守備がすごく硬いので、そこを崩しきるというよりは、ああいう最終ラインで引っ掛けたり中盤へのパス引っ掛けてのショートカウンターの方がチャンスになりそうな雰囲気ですね。はい、ただ本当に両チームともしっかり技術あって、まあ、ロングボール使うときは使うんですけど、しっかり組み立てながらという狙いは見てても面白いですね。はい、さあその両チームが、まあ、こういった中盤からまたここは縦にボールを入れていきましたが、裏をつくようなボール泉を走らせましたがつながりません。まあ、いかにこの前線の選手たちに預けられるか。ここも短くつないでいきます。タッチラインも割りました。さあここまでスコアに動きはありません。前半の18分を経過しています。ゴール前にボールを持っていきます。9番の小川、はたいて、ここは2人がかりのディフェンス、なかなか抜かせないこの鉄壁を見せます。そういいですね、9番の江崎選手も本職はフォワードのらしいですけど、しっかり守ってますね。はい、さあ高い位置とスローイン、まあ、この江崎がフォワードからチームの大黒柱である武田という選手が今怪我で離脱をしていまして、サイドバックに入っていますが、そういった中でも、まあ、こう標準以上の、そうですね、今の守備の対応もしっかりしてましたし、はい、おそらくこの先攻撃でいいところも見れそうな感じがしますね。はい、積極的な攻撃参加というのも魅力のサイドバックの選手、9番の江崎仁です。まだ両方とも少し硬くて、ディフェンスラインの選手が攻撃参加して分厚い攻撃っていうところまではお互い作らせてないですね。はい、両チームは直接対決が一度ありまして、これが9月の14日の K1 リーグ、桐蔭が2点をリードしたんですが、その後に宗栄が追いつきまして2対2の同点だったという、まあ、こう戦いをしています。まあ、そういう意味では八代監督、桐蔭学園の話していたのは、1点取らせると相手に勢いが出てしまうので、そこは気をつけたいという話をしていました。まあ、そういったところでは本当にこう立ち上がり慎重にいく中で、どちらが先に先制点を取るかというのはチームの勢いという意味では大きいですよね。そうですね、ゴールがもたらす心理的な、ね、作用って本当に大きいんで、はい、どちらも先制点は欲しいけどどうしても上げたくないっていう難しいところですね。ここも高い位置までボールを運びましたが、ここは桐蔭学園がボールをつかみます。さあ松尾からどう組み立てていくか。青木、ここはディフェンスラインで回しながら様子を伺っていく。ね、ここはやはりお互い行かないんですよね。どこで縦パス差し込むかと、どこで守備のスイッチがこうやってちょっと入った時に、はい、空いてくるところをうまく使いながら前に運べるかっていうところですね。今も右サイドの本田がちょっと裏を取るような動きをしたり、まあ、そういったこうボールを持ってない選手の動きでも相手のスペースを作っていこうというところも見えますね。そうですね、一人一人本当に技術もしっかりしてるし、いいところ見てると思うので、はい、
面白いですね。さあゴール前までボールを持っていきます。スライディングを見せました。ここもタッチラインを割っています。さあここで一旦笛が吹かれました。飲水タイムです。この試合は新型コロナの対応のためにボトルの回し飲みを防ぐためにこういった前後半一度の飲水タイムが設けられています。まあ、この時間がまた一つ選手たちにこう監督も指示を送れますよね。そうですね、あの試合中じゃなかなか伝わらないことまでしっかり集まって話せるので、ここでちょっと戦い方変えてくるチームもいるかもしれませんね。はい、前半の20分が経過しまして飲水タイム、この後前半の残り20分が始まろうとしています。第99回全国高校サッカー選手権大会神奈川大会の準決勝、横浜創英対桐蔭学園の一戦、飲水タイムが終わりまして前半手元の時計で22分を経過しています。スローインから青のユニフォーム桐蔭がボールを掴んでいます。右にはたいてキャプテンの中島、この中島も非常にキックの精度がある選手ですから、まあ、こういったところからまたどんなボールが出てくるか。ここはボールを激しく競り合います。ボールを奪いました宗栄、グレーのユニフォームの宗栄がボールを奪いました。左にはたいて瓜田から一旦後ろに預けて樋口、縦に入れていきます。ここは中の突破を仕掛けてくるのか、視野を広く持ってこの照井がボールをさばいていきます。まあ、この照井もディフェンスの選手ですがボランチであったりと攻撃的なプレーも魅力。そうですね、今のビルドアップも完全に中心になって相手をおびき寄せながら、はい、さあ桜井がドリブルで持っていく、ね、折り返してねじ込めるか。ここはしっかりと対応していました片山です。今も桜井のドリブルから、そうですね、あのスピードもキレもありますね、はい、足元のあるプレーヤー、そしてそのボールを奪ってすかさず攻撃に行くのが青のユニフォームの桐蔭学園と、まあ、両チームともに激しいこのゴール前の攻防がありますね。はい、両チームとも前線の2枚がかなり力あるんで、はい、しっかりディフェンスも枚数揃えてますね。はい、さあ今のこのプレーです。最後ラストパスというところで片山がしっかりと体を入れていきました。ここはシンプルに前にボールを運んでいきます。まあ、桐蔭としては本当にこの縦パスで前線にボールを預けて、そこから足元の技術をうまく使って崩していくというようなシーン狙いありますよ ね。やはり前の2枚にボール入れたいし、あ、こういうところで受けても面白いですね。はい、さあここは広瀬が受けて、しかしここはボールがつながりませんでした。まあ、そういった狙いのところは、まあ、両チーム対戦があるだけに対策もしっかりとして、そうですね、怖さも分かってて、前線の2枚に少し総援のディフェンスラインもかなり引っ張られてというか押し込まれて、はい、ディフェンスライン低くなってるんで中盤のスペースは、ね、しっかり見つければあるかなと思いますけどね。はい、さあ9番の江崎からディフェンスラインでボールを回していきます。さあその桐蔭学園高校は横浜市の北部青葉区に位置をしているこの桐蔭学園高校、ここは前線にボールを放り込んでいきましたが、ここもディフェンスがしっかりと対応しました。1964年の創立の男女共学校です。ここもチャンスになりそうですね。はい、さあここボールを奪いました広瀬、スルーパス、ここはフラッグが上がっています。オフサイドです。まあ、ボール奪ってから本当に非常にこの展開が早いですよ ね。ディフェンスラインまではかけないんですけど、この中盤に運んできた選手とか中盤に入ってきたボールに対しては本当に強いですね桐蔭の方は。はい、ここも10番の長澤が走っていったというシーンでした。その桐蔭学園高校の学校の紹介をしている途中でしたけれども、まあ、あのサッカー部だけではなくて野球部やラグビー部、柔道部など全国大会を優勝している経験のある、そういった非常にいろんな部活が結果を残しているという学校でもあります。まあ、そういう意味では、まあ、サッカー部だけではなくていろんな部活から刺激を受けられますよね。それも大きいですよね。うん、本当にアスリートとか多分スポーツしてなくても勉強とかもすごく優秀な学校だと思うし、はい、いろんなところから刺激がもらえる学校なのかなと思いますね。文武両道を掲げる桐蔭学園高校です。ここはフリーキック、ロングボール、
競り合います。強いですね、はい、ここも競り合いましたが、こうセカンドボールを回収、桐蔭学園。江崎から中を見て片山、もう一度後ろからロングボールを入れてくるか。ここは中を選択しました、うん、いいパスですね。中村勇輝から小野寺、縦に送って前を向けます。立石一人かわせるか。いい連携で小野寺走っていきましたが、ディフェンスがクリア。この競り合い、青木がここは体を張りました。段階が吹かれます。前半の26分が経過しています。この位置からのフリーキック、桐蔭学園。ここはゴール前に持っていく、ヘディングで跳ね返した、そのセカンドを回収。しかしここはクロスは入れさせませんでした。さあこれでゴールラインを割りまして、コーナーキックのチャンスになります。桐蔭学園高校、この試合1本目のコーナーキックになります。キッカーは10番の長澤。さあどこに合わせてくるか。ゴール前、ペナルティーエリア、ゴールの正面に選手たちが集まります。ここはファーサイド、青木のところ、うん、パンチングのぶた、よく触りましたね。いい判断をしました、うん、さあそして絡みながらもう一度ボールを奪います。本田からクロスを上げさせません。ここも一つ集中というシーンでした。そうですね、あのキーパーもよく触りましたし、その後の切り替えもすごく早かったですね。さあそしてコーナーキックは続きます。サイドが変わって次は右からというコーナーキックになります。次はどこに入れてくるか。ここは7番の本田がボールを入れていくということになります。ここもゴールの正面、少し離れたところに選手たちが集まる。さあここも大きか、競り合います。このセカンドボール、これを奪えるとチャンスになる。さあ総英がボールを奪って早い攻撃を展開できるか。ここは抜かす動きをしていたのは7番のウリタ。そのウリタにボールは出ませんでしたが、もう一度組み立て直せるか。向こう側立ち台、まだボールは出ていません。さあこのボールをキープしながら一旦後ろに預けて、うん、縦にボールを送っていく。しかしここは直接ゴールラインを割りました。ゴールキックになります。今のプレーですが、最後小川も走っていきました。こういったプレーはいかがでしょうか。惜しかったですね。やはり裏狙う動きはゴールに対しては、ね、あのすごく有効なのでタイミングは合ってましたけどね、はい、ピンポイントであればゴールっていうシーンなので惜しかったですね、はい、ゴールキックになります。さあその横浜総営の方は神奈川区に位置をしていまして、1940年に女子校として創立しまして、今年80周年です。2002年に男女共学となり、現在の学校名となっています。まあ、新校舎が今年完成しまして、来年はこの練習場サッカー部も人工芝のコートが整備されるという。いいですね、横浜総営です。まあ、今ここまでの最高成績は2年前の県ベスト4ですから、今ここが歴代最高成績に並んでいるという横浜総営、一つまた新たな歴史に名を刻めるかという今日のゲームですね。本当に堂々と戦ってますよね。はい、まあ、2年前ですから、今の3年生は1年生の時にその悔しさを経験をして、そして先輩たちの涙も見てきています。その思いを、この悔しさを今日この舞台で晴らすことができるか、その雪辱を誓ったこの準決勝です。ここは中村勇輝、短くつないで小野寺。中村、中を見て小野寺から縦に1本、しかし入れさせない。ここも対応しっかりとしていました。はい、その警戒をしていた縦パスに関してはしっかりとディフェンスが防いでいます。そして18番の立石がボールをキープ、右にはたいて9番の江崎、後ろに戻します。片山から中、小野寺、前を向く。しかしここも3人前に入っています。手元の時計で前半の30分を経過、残り10分という時間に入ってきました。さあクロスが上がって落としたボール、長澤が走っていく。まだボールはここはキャッチできていませんが、信田がしっかりと掴み切りました。面白い攻撃でしたけどね。前半も残り10分を切っている中、今長澤が走っていったところ、また激しくボールを奪い合いました。ここで1人選手が倒れています。2番の竹地ですね。目のあたりを押さえているでしょうか。左目のあたりを今押さえていましたが、立ち上がりました。
横浜創英対桐蔭学園、ここまでまだ0対0、前半の30分を経過しています。このセカンドボールも激しく奪い合うところ、競り合って前にボールを運ぶ。さあ桜井から裏のボール、走っていきましたが、ここは笛がありました。桜井が本当にボールを持ちますと、そこから攻撃が一つ、そうですね、ギアが変わってスピードアップしますよね。はい、走り込んでいったのは10番の泉。ただ4番の青木君も言いたようでしたし、青木選手のこのビルドアップのところも、はい、すごくいいところ見てますね。2年生ながらディフェンスリーダーを任されているというこの青木です。空中戦も強いですし、精度のいいロングボールも魅力の選手。そうですね、こんだけしっかり守られている相手に対して、桐蔭が少しポジション変えながらとか、8番の広瀬選手とかね、うまく浮いたポジション入ってきながら、はい、こういうしっかり守っている相手を崩すアイデアいっぱいありそうですね。はい、長澤がボールを受けることができるか、一人背負った状態ですが、ドリブルで切り込んでマイナスのボール、立石めがけましたが笛がありました。今の仕掛けもいかがでしたか。そうですね、狭いところだったんですけど割ってきましたね、はい、完全に一人もうマークついた状態、それ剥がして、やはり前線の2枚は本当に怖いんで、1枚ってプラスカバーっていうのがやっぱりチームとしても必要になってくるかなと思うので、そうなってくるとやはり中盤ちょっと浮いて広瀬選手とか本田選手とか、ね、うまく使えそうですね。はい、さあその10番の長澤のラストパスを防いだのは4番の照井と、この中学時代の同級生がしっかりと体を張る対決というシーンでした。照井選手本当落ち着いてますね、こういうところもつきすぎず離れつきずで、はい、その照井がボールをキープして、そして持ち上がる、いいパスが入ります。さあここはチャンスになる、体2人つけていますが、泉ここはシュートまでいけません。もう一度そのボールを拾った総英がチャンスを作るか、照井から中に入れて、もう一度照井、さあ照井ここはフィジカルが強い、折り返してここはシュートまではいけませんでした。いやここカウンターになりましたね、はい、さあそして桐蔭はここからカウンターになるかどうか、照井いませんからね、はい、そういうところも含めてチャンスですね。はい、さあ中盤からそのただ戻り早いですね、センターバック出たところしっかりカバーしてますけど、しっかりとここは、このカウンターも気をつけなくてはいけないところですが、タッチラインを割りました。本当に両チームともに縦に速いサッカーというのをここまで展開していますが、そういうところでは、カウンターというのは注目していかなくてはいけないところですよね。しっかり守っている相手に対してつなぎながら攻めていくんですけど、奪った方のやっぱ早い攻撃ですよね。はい、さあそして先ほどのプレーで一旦外に出ました竹地が、これはどうでしょうか。左の目のあたりを抑えていましたが、そうですね、少し腫れてそうですけど大丈夫ですね。プレーを続行するということです。こういった舞台ですから、もうアドレナリンも出ていて、そうですね、本当にこうプレーを楽しみたいという思いもあるかもしれませんが、あります。本当に戦えるセンターバックですよね。はい、この竹地もオーバーラップであったり積極的な攻撃参加も魅力の選手、サイドバックなどをやることが多かったんですが、今日はこの桐蔭に向けてというところでセンターバックという大役を任されています。その竹地のところにボール、照井から、ここはゆっくりとゆっくりと上がっていく。手元の時計で前半も残り5分を切ったというこの準決勝第2試合、切り返してこの辺りの時間になってくると、総英も自分たちの攻撃のリズムといいますか、形を少しずつ見せてきていますね。そうですね、中に入れます、短いパスでつないでスペース使おうというところでしたが、ここは中村がいい対応を見せました。そのボールを奪ってワンタッチで走っていきました中村勇気。しかしそのボールを奪って照井、ここも自分で持ち上がっていきます。その照井、照井の奪ってからの攻撃参加は面白いですね。はい、もう囲まれても本当にフィジカルの強さとボールを失わないその強さがありますね。そうですね、でやはりそういう上がることを想定してのボランチとカバーリングも早いですしね、はい、チームとして一つの武器なのかなと思いますね。攻守にわたって精神的支柱としてこのチームを支えてきた照井のプレー、一方の桐蔭もこの技術の高い選手たちが攻撃を仕掛けているというところ、8番の広瀬、中切り込んでいく、こぼれたところ小野寺、中村、
逆のサイドを見ました。中島にボールが出ます。さあ縦石がボールを欲しがっていますが、そこにボールは出ません。さあそして長澤も入っていく。長澤が走っていきますが、ここはゴールキーパーの信田がボールをつかみました。竹内もいい対応でしたね。はい、まあ、こういったツートップの対応、そしてゴールキーパーの信田のいい判断というのも光っています前半です。そうですね、まあ、特にあの逆サイドにボールあるとき、2トッププラスこの8番の広瀬が入ってくるのが当院にとってはすごくちょっと怖いかなと思いますね。はい、当院学園の8番の広瀬、左サイドの選手ですが中に結構入ってくる動きというのを積極的に見せていますね。そうですね、あのボランチの脇とかもうフォワードにもう1枚トップ下みたいなところに入ってきたりとか、あの面白いいいスペース見つけてますよね。はい、さあここは総へボールを持って攻撃を仕掛けようというところですか。プレーがありました。さあ前半の残り時間も少なくなってきましたが、まだスコアは動きはありませんけれども、両チームこの時間の過ごし方というのはどういったところが大事になってきますか。おそらく両チームとも当然失点したくないという戦いを、ね、前半しててかなり締まった展開になっているので、はい、あの無失点で終わらせたいと思っているんじゃないですかね。いい形でまずは前半を終えて、うん、後半勝負というところでしょうか。そうですね、本当にあの締まった試合で1点取るとかなり流れ変わりそうなので、当然取れればいいけど、はい、リスクを犯してまで取りに行くのはどうかなっていう展開かなと思いますね。はい、ここも集中した守備でこのフリーキックのピンチをしのぎました。横浜総営のこのフリーキックをしのぎました桐蔭学園です。まあ、桐蔭学園としては去年ベスト4敗退というその悔しさを胸に1年間やってきました。その悔しさをここで、うん、果たして、そして決勝に全国へ進みたいというその思いを持った選手たちです。ここも前線プレッシャーをかけていったのは長澤。クリアボール、このボールをもう一度回収して組み立てていきたいところ、向こうサイドを使います。本田から一旦後ろ片山。まあ、こういったところで少し時間を使いながら自分たちの形を見つけていきたいという桐蔭学園。ゴールキーパーのところまでボールを戻します。ゴールキーパーの松尾、やはりもうこの固めている相手に突っ込むよりはちょっとおびき出してスペース作りたいところですね。はい、ただまあ総営としてももう自分たちのボールを取るところをしっかりとやらなくてはいけないというところははっきりしているんでしょうか。そうですね、あの無理に誰かが取りに行くということはないですね。立石シュートで狙った、決まりました。桐蔭学園が先制。この鉄壁を破ったのは18番の立石。前半の39分、この終了間際に2年生の立石が先制ゴールを決めました。桐蔭学園が決勝にまず一歩近づきます。いや、その守備の話をしていたところでしたが、この18番の立石のプレー、うん、やはり崩して点を取るというよりは相手のボールこういう危ないエリアで奪ってゴールにつなげましたね。はい、まあ、この終了間際の時間の過ごし方というところの話もしていましたが、ここで1点を取れた桐蔭学園は非常にこれ気持ち楽になっていきますよね。大きいですね。はい、ただ総合もまだまだね、あの前半しっかり終わった上で後半時間があるんで締め直したいところですね。アディショナルタイムは2分の表示ですから、もう残り時間が前半が間もなく終了、そしてアディショナルタイムという時間に入ってきます。その時間に桐蔭学園が1点を先制しまして1対0、まあ、1点を追う形になった横浜総営ですが、まあ、やることはまずは変わらなくて、まだ焦るような時間ではないですよね。そうですね、落ち着きをしっかり取り戻すことと、桐蔭がちょっと勢い出て前に圧力かけてるんで受けすぎないことが大事ですね。はい、はい、さあその総営、ここはゆっくりとボールをさばいていこうというところ。照井から、まあ、ここも相手の選手をこう引きずり出しながら、そうですね、先ほどもそういうチャレンジの中で引っかかってしまったんですけど、今も勇気持ってしっかりボール持ってますね。はい、さあスコアが動きまして1対0、桐蔭学園が1点をリードしているというこの準決勝第2試合、前半も間もなく終了という時間に入ってきました。タッチラインも終わります。スローイン跳ね返します。まあ、こういった中盤のボールの奪い合い、まあ、ここも青木から、ここは大きな展開をしていきました。右サイド、本田がこのボールを受けました。距離があるところでしたが、本田も受けて、して
まあ、向こうサイドでうまくボールをキープしようというそういったプレーが見えました。ここは助走をつけて長いボールを入れていく。スローイン、このボールをタッチラインを割りました。ボーインがまた高い位置でのスローインとなります。残り時間がアディショナルタイム目安の2分を間もなく経過しようというところ。高い位置からシュートまでいけるか。ここはしっかりとした守備、しっかりと引いてクリアをしていきます。そのボールをもう一度中に入れて長澤、しかしここはボール好きにはさせない、触らせませんでした。井口のディフェンスです。ここで前半終了の笛です。第99回全国高校サッカー選手権大会神奈川県大会の準決勝、横浜創英高校対桐蔭学園高校の準決勝、前半終わって1対0、桐蔭学園がリードした状態で後半を迎えます。逃げ切るか追いつけるかという、まあ、前半も矢島さん、はい、接戦、こう激しい戦いがありましたね。そうですね、かなり締まった試合になった中で、やはりあの高い位置で引っ掛けたところからシュートにつながりましたけどね、まだまだあの時間ありますのでどうなるかわからないですね。はい、18番の立石のゴールがありまして1対0桐蔭学園がリードしています。勝負の行方は後半。この試合は川崎市の等々力陸上競技場からお送りしています。決勝戦をかけた準決勝第2試合、後半40分が今スタートしました。エンドが変わって画面左から右に攻める青のユニフォームが桐蔭学園高校、一方右から左に攻めるグレーのユニフォームが横浜創英高校です。後半に入ってメンバーの交代が2人ありました。グレーのユニフォーム横浜創英が2人、8番の柴、そして17番の菅原がこのピッチに投入されているというこの後半のスタートです。そうですね、リードされましたからね終盤に、ここで、はい、人変えて戦い方もちょっと変えそうですね。はい、まあ、ベンチ要員が9人、その中から5人のメンバー交代が可能なこの選手権のレギュレーションです。どのあたりで交代カード切ってくるかというのはポイントだと思うんですが、まあ、ここまでスタメンだった8番の柴がこの後半スタートで入ってくるというところで、まあ、その攻撃のリズムをまた変えていきたいという思いがあるということですよね。そうですよね、5人変えれるってことはもうピッチ内の半分変えれるわけですから、はい、交代選手のパフォーマンスはかなり勝敗に直結しそうですよね。はい、そういったところではまた後半、まあ、前半の激しい球際の競り合いもありましたが、後半もそういったところを期待していきたいと思います。前半のスタッツを見てみますと、横浜創英はシュート1本も打てていないと、そして桐蔭学園は3本のシュート、枠内には2本行きまして、その中の1つが決まったというこの前半でしたが、まず改めて振り返っていかがですか。そうですね、シュート数にも表れているかなり硬い戦いだったんですよね。お互いにしっかり構えて、はい、守っている相手をなかなか崩しきれなかったんですけど、相手がボールのビルドアップのところを引っ掛けてのチャンスが桐蔭に何個かあって、そのうちの一つがゴールにつながりましたよね。はい、まあ、今のところもこう中に入ってくるボールをしっかりとかき出すその層へのディフェンスがありました。まあ、本当に両チームともに、まあ、粘り強く勝ってきたチームでありますから、そういったディフェンス、そしてその中でいかに得点を決められるかというところですね。そうですね、前線にそれほど人数をやはりかけれていないので、はい、層への方は今リードされてますからね、この遠いの硬い守備をこじ開けるためには少し戦い方は変わってくるのかなという感じがしますね。はい、さあこのボールを奪ったところですが、もう一度桐蔭がボールを持ちました。長澤が前を向いて、そしてこのこぼれたところ奪います。7番のウリタから後ろに戻して縦に入れてウリタ、さあこのウリタがどこにパスを出すか、非常にロングパスの精度もある選手です。このボールをカットします。長澤、中島が走っていく、立石が中にいる、自分で切り込む、しかしここは体を入れたのは武智。まあ、前半に一旦負傷しましてピッチから出ましたけれども、もうこの武智が中島のこの侵入を防ぐような見事なプレーを見せました。そうですね、入れ替わったら完全決定機だったんですけどね、スピードある中島選手、はい、うまく止めましたよね。素晴らしいディフェンスを見せました武智。まあ、小学校の頃からビデオを撮ったりサポートをしてくれた、そういった両親にこの感謝の思いを持ってプレーをしたいという話をしていました。今日は応援席にこの準決勝から保護者の方も応援に
駆けつけることができるということで、その前でどんなプレーを見せられるか、まあ、非常にその感謝の思いを込めてプレーをしています。そうですね、本当に小学生、中学生、高校生とサッカーしていくのに対して保護者の方のサポートって欠かせないですからね。はい、いろんな人たちの思いがこのピッチに注がれているその準決勝です。さあ走っていきました、立石が走っていきますが、ここはボールはつながりませんでした。高校サッカー選手権全国大会に出られるのは48校、これまで16の代表校が決定しています。そして今日は10の地区で決勝戦が行われているということです。全国大会は、来月12月31日から始まりまして、決勝戦は1月11日埼玉スタジアム2002で行われます。まあ、この高校生、この交代での選手たちにとって選手権というのは非常に大きな舞台。大きいですね。さあここは高い位置を取りました。シュートまでいけるか、体を張りました。ここは体を張ってかき出します。さあもう一度チャンスを作っていくか、広瀬から中に入れる。さあ中には長澤が待っている、うん、そして立石もいるぞ。しかしここはボールを奪い切りました。照井から右に叩きます。本田選手も技術ありますね、やはり7番の、はい、7番の本田がここは一つチャンスを作ろうというシーンでした。さあそのボールを奪ったのが宗栄、ここはサイドから駆け上がっていく、中に合わせられるかどうか。手を挙げた泉のところにはボールは出ません。少しサポートがね、宗栄のサポート以上に党員のカバーの方が早かったですね。はい、さあそして途中出場の菅原がゴールの近くにもいましたが、まあ、一つ攻撃仕掛けていかなきゃいけないというところで、もう選手の投入もあってフォーメーションも変わってくるかもしれませんね。そうですね、原に代わって入った17番の菅原も結構高い位置を取ることが多いようなシーンも見られています。ここは中にクロス入れていきましたが合いません。ゴールキーパーのところまで行きました。ゴールキーパー1番の松尾です。準々決勝、この選手は左手怪我をしていたんですけれども、そんな中 PK をストップしまして勝利をつかんだという、左手の剥離骨折だそうで、まだちょっと痛みは残っているんですが、まあ、痛み止めを飲んで、もうあとはアドレナリンがあれば大丈夫ですという話をしていました。すごいですね。いやもうそんな中でも、もう絶対的守護神として監督そしてメンバーも非常に信頼を集めている選手です。さあそれがこちらの1番の松尾優斗、本当に絶対的守護神としてここまでこの強固なディフェンス、その鍵をゴールに占めています。そういうのは照井がボランチの位置に上がってるんですね。そうですね、照井が1個列を上げましてボランチの位置に入って、まあ、攻撃参加というところ、うん、やはり一度あった攻撃参加がかなり迫力ありましたからね、はい、あれが一番の得点のチャンスになるっていう部分あるんですかね。はい、スタートポジションから始め高くしましたね。はい、照井が高い位置を取っての攻撃参加。さあ、ウリタがボールを持っています。ここはマッチアップ激しくボールを奪い合う、2人がかりでボールを奪いに行きました。タッチラインを割ってここは党員のボールになりました。照井が上がったというところで、まあ、そのディフェンスの連携というのはさらに大事になってきますよね。そうですね、ちょっと背番号見えないですけど、右のセンターバックが誰になっているかというところですね。はい、おそらくですが樋口が左、その19番の白鳥がこれは中に入っているでしょうか。そのあたりも後ほどしっかりと確認をしていきたいと思いますが、照井が一つ挙げています。さあここは竹地から、うん、ここもそうですね、はい、高い位置でボール引っ掛けて立石がプレッシャーをかけに行きます。ロングボール、このボールを受けて泉落としたところ、ドリブルで突破を仕掛けていく桜井、しかしここはやらせません。ディフェンスがかき出しました。タッチラインも割ります。思い切りのいい仕掛けでしたけどね、面白いですね、はい、後半7分を経過しています。笛が吹かれました。さあ高い位置でのフリーキックとなりました。さあここはどのようなボールを入れてくるのか、キックの精度がある7番の瓜田と13番の細野がここに入っています。そうですね、どちらの左でも右でも面白い位置ですね。はい、右足なら瓜田、左足なら細野というところ。照井がゴール前に入っていく、その照井のところでしたが、手前ゴールキーパーの松尾がボールをつかみました。
まあ、この照井ももう小細工なしで俺をターゲットにしてこいという話をしていました。もうそれだけやっぱり自信を持って飛び込める選手なんですよね。そうですね、前半のセンターバックでのヘディングの弾き返し見てると相当ヘディング自信ありそうですね。はい、さあその照井がボランチに上がってうまいですね。縦にパスを出します。さあここもサイドから、あとは桜井が中に入っていきます。その桜井に出るかどうか。しかしここはゴールラインに割りました。前半の9分、後半の9分を迎えようというところ、コーナーキックのチャンスです。さあコーナーキック、15番の樋口がボールを入れていきます。さあここもどこに合わせるか。ゴールキーパーの近くに2人、そしてゴールから少し離れたところに選手たちが寄っています。まあ、セットプレーは当院としても警戒したいと話していました。ここはニアに入れてきました。ゴール直接狙えるか、折り返して、さあこのボール細かいボールですが、ここをなんとかクリア。しかしそのボールをもう一度回収、中にクロスは入れさせない。ここは気持ちが見えるプレーです。激しいですね。はい、ゴールライン終わりました。ここは少し、まあ、両チームともに集中の、そうですね、気持ちはかなり入りすぎているぐらい入っているんでね、はい、ラフプレーは控えてほしいところですけどね。はい、だから樋口選手のコーナー結構面白かったですね。ストレートのボールで、ちょっとキーパーが困るような、はい、ところに入れていきました。まあ、ターゲットになるであろう4番の調子の照井はゴールから離れた場所にいましたが、そうですね、キーパーの近くに2人立たせてたんで、そこにボールを放り込んでちょっと何か起こればというボールですよね。はい、まあ、そういったピッチの中での判断というのを、まあ、宮澤監督はほとんどしないんだと。そういった中で選手たちが自分たちで考えていろんなプレーを、例えば13番の細野がロングスローを投げるようなシーンもあるんですが、まあ、そういったこう自分たちの判断でそういうことをやっているんだと。あ、なるほど。だから大会を通して成長してくれているなという話をしていました。それもこのままやとね、見れるかもしれないですね。はい、ここは激しく奪い合うところ、このアタッキングサードからは本当に激しくなってきます。ゴールキーパーの信田がボールをつかみます。細野から竹地、まあ、ゆっくりとここはボールを回しています。向こうサイド、さあ攻撃を仕掛けようというところ、ワンタッチ、桜井がボールを受ける。もうこの桜井がボールを持つと 2,3 人の選手たちがガッと寄っていくのが当院のディフェンス。その中で切り崩せるか。ボールを奪いました。中島がボールを持って短くつなごうというところ、ボールを受けて本田、しかしこのボールを竹地が奪いました。ここもすぐにクリアするという、そうですね、竹地も奪うだけじゃなくてしっかりボール大事にしますよね。はい、一個一個のボールを大事にチャンスをものにしていけるか。まあ、高さのある選手がいますから、まあ、ロングボール、クロスボールの対応というのも非常にうまい、その総衛です。泉の動き、いい動き出してるんでね、こういうボール出ればチャンスかなと思いますね。はい、さあそこの泉にボールが出て、笛はありません。こぼれたボール、押し込めるか。しかし今度はシュートまではいけません。おっと、笛が吹かれたか。どうでしょうか。総衛のファールを取りましたかね。総衛のファール、これは PK にはなりませんでした。いや、当院の選手よく戻りましたね。はい、5番広瀬ですか。ここは5番の片山ですね。ここは5番の片山ついてて最後、はい、そしてその後サイドバックですね。そうですね、9番の江崎がここは体を張りました。泉がね、今ちょうど出たんですけど、その前も何度か裏への飛び出しいいのがあって、はい、そこで1本ね、いいボール来ましたね。泉の抜け出しスピードありますね。そこに、はい、対応していったという、もう集中力のあるディフェンスを見せました桐蔭。まあ、この1点を守りながらさらに追加点というまあ、ところも狙っていきたいところではあると思いますが、まあ、本当にこの強固な両チーム。さあここは立石が、先ほどゴールを決めた立石、自分で持っていく。さあ中に長澤が手を挙げた。しかし自分で仕掛けていきました。そのボールを奪ってカウンターになるかどうか。泉のところボールはつながりませんでした。
そのボールをもう一度桐蔭が奪って組み立てようというところ、タッチラインが終わりました。後半も13分を過ぎてきました。この辺りになってくると次の1点が持つ意味というのがだんだんとこう重たくなってきますよね。そうですね、桐蔭も追加点欲しいけどまずはやはり追いつかれないことを念頭に置いている感じですね。はい、うん、タッチ、さあ泉はたけるか。ここはキャプテンの中島が体を張ります。しかしここ早い寄せで2人がかりでボールを奪います。もう一度樋口からどういうボールを展開するか、中を見ています。一旦後ろ預けて照井、照井にもしっかりとマークがついています。このボールをもう一度回収、さあここからボールを前に持っていこうというところですが、まあ、こうボールを持つと2人の選手がぐっと囲みに行くというシーンが見られますね。やはり立石長澤に前向かれるとちょっと怖いんでしっかり潰しに来ますね。はい、そしてテクニカルエリアの一番前に立ってずっと声をかけているのは八代監督です。まあ、桐蔭としてはまず0対0で前半折り返せれば御の字後半勝負仕掛けていきたいという話をしていました。そんな中で前半の終了間際に1点を取れて、まあ、そういう意味ではゲームプラン以上の今こう動きができているということも考えられるんでしょうか。そうですかね。ただ先ほどの裏1本もありましたけど、はい、やはり桐蔭としてもボール自分たちで持ちたいチームだと思うので、もう少し保持の時間は長くしたいですね。なるほど、まあ、ボールをしっかり握れる分そこで決定力というのを課題にしてきた桐蔭ですが、まあ、そういったところに対して宗衛もしっかりと対応できていると。そうですね、やはりリードした分のちょっと心理的な部分もあって宗衛がボール持って桐蔭が構えている時間の方が少し長いですよね。なるほど、リードしている分こう守りの気持ちの方が強くなると。ただやはり引っ掛けての追加点では狙っていると思いますし、やはり10番18番、はい、2人ともすごく守備も攻撃も上手いですね。はい、ここもこの長澤のクロスがありました。ここまで後半は得点がありません。現在1対0で桐蔭がリードしています。後半の15分を経過しています。準決勝第2試合、宗衛がボールをキープしながらまたここもゆっくりとチャンスを伺おうというところ、まあ、10番の泉がボールをこうもらいどころを探しているんですが、そこにどうつなげられるか。ここは竹地後ろに戻して、うん、裏へのボール。さあここは桜井2人がかりのところパスをつなぎました。その桜井がもう一度ボールをもらいに行きます。しかしここは片山がクリア。竹地のキックは本当いいですね。はい、竹地から、まあ、ここもチャンスを作ろうというところ、まあ、泉にボールを渡すために桜井がこうボールを受けられればというところで、まあ、トップ下の位置に今日は入っている。そうですね、桜井が下がって泉が裏狙ってるという形が多いんですけど、はい、やはり泉にスピードあるんでね、ピンポイントで会うと先ほどみたいに決定機になりますよね。はい、さあここもクロスが入ればというシーンでしたが江崎の対応、まだボールは出ていません。クロスを入れる、うん、走り込んでいく泉のシュート、ゴールキーパーが取りましたが、しかしここは泉ももう体を投げ出すようなシュートを放ちました。やってましたね、いいタイミングで見えないところから前入りましたけどね。はい、これが後半1本目のシュート、前半もシュートありませんでしたからファーストシュートということになりました。少ないチャンスをものにするためにはそういった気持ちの部分も非常に大事になりますよね。そうですね、その宗衛がこういったディフェンスから組み立てるというシーンも後半この時間に入って増えてきました。竹地からどこにパスが出るかどうか。ここは足元のボールでしたが跳ね返します。さあこのボールを奪ってカウンターというところですが、ここは照井がさすがの対応。樋口から15番の樋口、さて桜井をめがけましたがちょっとタイミングが合いませんでした。中村優希短くつないで小野寺前を見るか。本田、7番の本田、ここは1人2人とかわして短くパスをつなぐ。そして立石が突破してシュート。しかしここは枠の左、2人かわして右足のシュート。18番の立石の、ね、本当にチャレンジする姿勢すごくいいですね。はい、今のこのプレーですね、ペナルティーエリア内ですからね、もうファールも怖いし、はい、前向いて仕掛けられると本当怖いですね。
でその前の7番の、ね、本田選手もやはり相手崩すアイデア持ってますね。はい、決定的なシーンを迎えました桐蔭学園高校です。先ほどシュートを打ちました18番の立石も、もうチームが苦しい時に自分が点を決めることで楽にしたいという話をしていましたし、まあ、2年生ですけれどもエースナンバーをつけている長さんは尊敬する先輩でもありライバルなんですという話をしていました。まあ、自分がそうやって決めてチームを勝たせようという気持ちは見えますよね。見えますね。それに前線からの守備もかなり精力的にやってますからね。はい、ここも中盤激しく本田からこれは逆のサイドを使おうかというボールでしたが相手に当たってタッチラインを割りました。桐蔭のボールになります。さあ総英としてはまずこの1点を取って追いついていきたいというところですが、こちら画面捉えているのが宮沢監督。まあ、ここまで PK2 つ勝てていたのは運の要素もあるかもしれないけれども、そういうところは選手たちがここまでひたむきに努力してきた結果、神様、サッカーの神様が微笑んでくれたんだろうという話をしていました。その総英、ここは集中した守備の時間です。ゴールキーパー、ここは飛び出しましたが危ないボール、しっかりとフォローをしましてクリアします。はい、タッチラインを割りました。さあ中盤です。一旦ここはゴールキーパーのところまでボールが戻るでしょうか。21番の信田、さあ13番のここは細野から中、竹地がセンターバック高い位置まで侵入してきました。そして照井、この照井 もうボールを失わずに高い位置まで上がってきます。もうボランチに入ったことでチームの攻撃のリズムは、ここは桜井へのボール受けられるかというところですが、ここはしっかりとディフェンスもマーククリアします。そしてこのクリアしてから1本パスが通ると桐蔭もチャンスに作っていくんですよね。そうですね、縦石の仕掛けですね。はい、さあそして桐蔭に選手の交代です。17番の原が変わります。8番の広瀬に代わって原が入っていきます。この広瀬も左サイドから中への侵入など非常に効果的なプレーをしていましたよね。特に前半は固めている相手に対していいポジショニング取ってね、ボール引き出してましたよね。はい、さあそして現在は飲水タイム、これが明けると17番の原、1年生のプレーヤーが入ってくるという桐蔭学園高校です。飲水タイムが終わりました。後半も手元の時計で21分を経過しています。ここで選手の交代です。8番の広瀬に代わって17番の原が入ります。先ほど、左サイドから中への攻撃という非常に効果的なプレーをしていた広瀬に代わって入るのがこちら17番の原大輝、1年生のプレーヤーです。1年生でこういった途中出場でこのシーンを任されるということは非常に、選手そしてスタッフからの信頼も厚い選手ということですよね。しっかり実力がある選手だと思いますね。はい、さあそして15番の樋口、総英は1点を追う展開。17番の菅原、右に開きます。さあこの中盤でしっかりとこうボールを握りながら、あとはシュートまでどう持っていくかという総英。総英がボール持つ展開になって、総英のサイドが、ね、すごく高い位置取るのに対して、はい、のサイドハーフがかなり守備、ね、ハードワークしないといけない状況なんで、フレッシュな選手出てきましたね。はい、プラスやはり攻撃でもいいところみたいですね。そのボールが握れるというところではと、ここもチャンスになるか。桜井がボールを持つ、スルーしてウリタ、さあウリタ前を向く、桜井がもう一度受ける、あとは前にボールを預けられればというところですが、ここもしっかりと引いて守るのが桐蔭。持ち替えて樋口のクロス、泉が走っていきましたが合いませんでした。そういったボールを握る時間が増えてきた総英、一方の桐蔭としてはここまでのこの準決勝までを見ていると、ボールをしっかりと握って自分たちが主体となって
攻撃を組み立てていくような印象があったんですが、そうですね、やはりリードしているということもあるし、前に取りに行きすぎるとちょっと崩されそうなぐらい添えのボール回しが安定してるんですかね。はい、さあそのボール回しからあとはシュートまでつなげられるかというところですが、そうですね、本当はこの7番の本田と今サイドハーフ入りましたけど原選手は、そこまで下がりたくないんですよね、相手ボールの時でも。あ、そうですか。このこぼれたボールを回収します。孫栄がここからもう一度組み立てる、かなりワイドに取ってくるんで、サイドバック以上にあの今17番の、ね、原選手も下がりましたけど、まあ、逆にしっかり下がって対応させるっていうチームの狙いもあるかもしれませんし、はい、少し運動量を出して、そうですね、今完全5枚6枚ディフェンスラインですからね、もう両サイドバックもしっかりとディフェンスに入っているという状況、はい、こうなるとやはり前でボール取るのは難しいですし、ソウエからするとやはり6枚のディフェンス崩すのが難しい、ここまではボール運べるけどっていうところですね、はい、そうですね、ここも桜井、ウリタのコンビネーションでボールをキープしていますが、ただ当院としてはね、しっかりサイドハーフが守っても前の少ない人数で攻撃しきれるだけで、ね、個人の能力ありますからね、はい、そういう狙いがあってのサイドハーフの交代かもしれないですね。はい、まあ、ここもこの中盤激しくボール奪い合いに行きますが、ボールをキープしました桜井、そしてスペースにウリタ走っていきます、スライディングでのクリア、青木が対応を見せました、まあ、ディフェンスリーダーとして、まあ、自分がチームを引っ張りたいと、そういう話をしていました、無失点に抑えてこそ神奈川一のチームになれるんですという話をしていました。さあそしてここで選手の交代、10番の長澤に代わって19番の池田龍介2年生が入ります。エースの長澤がここで交代ということですが、これはどういったことなんでしょうか。やはり前線の運動量の活性化したいというところですかね。立石はかなり守備にも攻撃にも今日高パフォーマンスを見せているというところで、長澤も、ね、頑張ってましたけど、少し運動量減ってきたところでの交代かなと思いますね、はい、まあ、それだけ非常に運動量多く、もう体力をこう削り合うような試合の展開ということでしょうか。そうですね、正直あの前から取りに行った方が結果運動量少なかったりするんですけど、そうするとなったら後ろが怖かったり で、ね、あえて引いてて前線が振られている状態だと、かなり走る量サイドハーフとフォワードの選手かなり多いんじゃないですかね。はい、そしてこの位置から総援のフリーキックです。ここはセットプレー、どう合わせるか、ウリタからのボールファーサイド、少し流れていったがゴールラインを割りました。後半の26分を経過しています。1対0、桐蔭学園がリードしている準決勝第2試合です。長いボール、立石が走っていきます。失礼、池田が走っていきましたね。池田もスピードありそうですね。そうですね、まあ、前回の試合も途中出場しまして、足元のテクニック、スピードが非常にあったプレーヤーです。さあその池田が投入されたことで、また攻撃にリズムができるか桐蔭学園。ここもタッチラインを割りました。スローインになります。後半も20分を経過しまして、残り時間が少しずつ気になってくる時間に入ってくるとは思いますが、総営の選手たちにとってはまだと、ここはイエローカードが出ましたね。先ほどのプレーに、こちらは横浜総営のこのプレーですね、はい、芝に対してのイエロー、このプレーリプレイで見てみましょう、うん、少し後ろから足に行きましたね。はい、さあそしてこのタイミングで選手の交代です。13番の細野に代わって5番の石川が入ります。この石川もサイドバックであったりとディフェンシブな選手ではありますが、これがどこに入ってくるか。そうですね、総援の選手は複数のポジションできる選手が多いそうなの で、 そうです、ね、はい、ここでまた戦い方も変えれますよね、はい、非常にまあユーティリティ性のある選手たちが非常に多いですから、まあ、そういった対応をどうしていくかというところも非常に大事になってきます。セットプレー、蹴るのは青木。ペナルティーアークの近く、ヘディングで跳ね返します。ソウエイ、このボールをキープして前に持っていけるかというところ、もう一度跳ね返します。立石がここはボールをもらいました。いい形でボールを奪いますが、後ろからのプレッシャー、シュートまではいけない。しかしマイナスのクロス性のボールになった。このボールを体を張って取りに行きます。さあそして
遠目からのシュート、しかしここもシュート打たせませんでした。17番の原のシュートでしたが、ここも照井が体を張りました。ゴール前、ここをフリーにさせたらもういけないというシーンでした、リプレイで見てみます。やはり立石が前向いた時の仕掛けは一番のチャンスですよね。はい、やはりもう立石もボール本当に選手に囲まれても失わずに前に進んでいくというその推進力が非常に見られます。そうですね、思い切りいいですね。はい、照井からさばいて、さあ石川から桜井、ワンタッチでもう一度ここもボールを奪いました。桐蔭がこのボールを奪って、アタッキングサードで好きにはさせないというところ、照井、桜井が受けて泉、さあ泉、桜井がスペース、ここは決定的なチャンス、いい反応を見せました。松尾、いいタイミング出ましたね、キーパー。はい、桜井の飛び出しもありましたが、ここは松尾、絶対的守護神がここも走り出していきました。両チームともに思いが見えるこのピッチでのプレー、新型コロナもあってここまで、さあここも途中出場の池田がボールを持っていくか、いい対応を見せます。さあここからカウンターチャンスになるか、左にはたいて樋口、中を見る桜井もいましたが、ここはキャプテンの中島が対応しました。後半も残り時間が少なくなってきました。10分を切ったというこの後半30分を経過したところです。樋口が少しポジション上げてますかね、やはり左足武器だと思うんで。はい、15番の樋口がこの石川に代わって、石川がサイドバックに入っているような感じでしょうかね。石川か、はい、5番の石川が入りまして、ね、はい、ここがサイドバックになりまして、で樋口が位置を上げているという横浜総合です。そして桐蔭がボールをキープ、ここもロングボール1本で裏を突こうというボール、しかししっかりと対応。さあ、あとはこの新型コロナの影響で夏の大会がなくなって、そこで引退した選手たちも両チームいる中で、そういった選手たちの思いも背負って戦わなくてはいけないという話をしていた選手たち、その最後残り時間が少なくなってくる中、もう気持ちの部分も大きくなってきます。さあ桐蔭が高い位置、立石から池田、そしてボールを欲しがっているのはこちら原です。どこにボールが出るか、手を挙げた池田、しかしそこには出ません。いや、両チーム少し、疲労が出てかなりオープンになってきましたね。はい、ハードワークをする中、このPK で戦ってきたという連戦の疲れというところもあるかもしれません。その中気持ちを振り絞ります。桐蔭がチャンスを作るか、スペースに出して本田が走っていきますが、ここはゴールキーパーの信田、この信田も柳沢さんを決勝に連れていかなきゃいけないと、そういう話をしていました。お世話になった先輩たちのためにも決勝に連れていく、自分がゴールを守るんだという話をしていました。そういった思いが最後のこの粘り、この時間になってきて大きな力になってくれるでしょう。さあ、そして総英が高い位置でボールを受けます。中を見ますがタッチラインを割りました。10番の泉、泉に入った後ですね、泉に入った後のサポートもう少し早く欲しいですね。はい、泉もボールを受けたらパス1本を出して、そしてその中で裏を取る動きをしていきたいという話をしていました。そして桐蔭はメンバーの交代です。21番の中村に代わって20番の飯島が入りました。後半に入ってこの選手の動きというのも非常に多くなってきました。池田、原、そして飯島と3人の選手が入った桐蔭学園、この残り時間の過ごし方ですが、一つもうこの1点勝負でここしっかり守りきってという印象も出てくるんでしょうか。そうですね、桐蔭の方はサイドハーフもしっかり引いて、ボランチと前の2人はかなり長い距離、スライドしてるんで、はい、疲労見えて、でフレッシュな選手入れてですね、しっかりといいですね、池田も両サイドが引きつつ、そしてフォワードの19番の池田が攻撃にアクセントをもたらすという選手交代をしている桐蔭、それに対してここはボールをカットしました。さあチャンスにできるか、
樋口にボールが渡って中を見ます。中には桜井、そして泉が入っている。クロスを上げるファーサイド、しかしここには選手はいません。もう一度このボールをプレッシャーかけていきたいところですね。ここで取り返したいところですけどね、はい、遠いとしてはここ外して前運びたいですね。さあそして桐蔭がそのボールを奪いまして、カウンターのチャンスを作っていこうというところ、短くつないで、もうこの辺は本当に桐蔭のお家芸といいますか、足元の技術が非常に高い選手。さあそして池田が走っていく、しかしここの対応をクリアします。両チームともに気持ちが見えるこの時間帯。さあここも桐蔭がボールをキープします。先ほどの宗、ね、江が初めてもう前線に人数かけてゴール前に入ってきたんですけどね、そうなると桐蔭も、はい、攻撃のチャンス出てきますよね。その後の桐蔭はそこでカウンターを狙っていく、うん、そして宗江としてはもう一つパワープレーといいますか、前に前に圧力をかけて重心をかけていきたいところですね。そうですね、前半以上に前に人数かける展開に残り時間になると思うんで、はい、面白くなりそうですね。はい、さあここで選手の交代です。桐蔭はこれで4人目の選手交代ということになります。18番ワントップ、先制ゴールを挙げた立石に代えて1年生14番の中本が入ります。まあ、この立石も非常に攻撃で効果的なこのプレーをしましたよ、ね、いや素晴らしい形でしたね。当然隠れてますけど守備もすごく頑張ってました。そこから奪ってね、当然貴重なゴール取った部分とそれ以外の仕掛けも含めてすごくいい選手ですね。はい、そして宗江の方も選手の交代です。センターバックの2番の竹地に代わって3番の高山が入ります。この竹地もこの中やらせてはいけないというシーンで体を張って、まあ、怪我を負いながらではありましたけれども、ね、非常にいいプレーをしましたよね。生きる部分、ビルドアップの部分でも頑張ってましたね。はい、そして代わった3番の高山、まあ、非常に身長のある選手ですから、うん、もうこういったところだと本当にセットプレー、まあ、序盤から注目には挙げてくださいましたけれども、うん、矢島さんもそういったところのセットプレーでも非常に高さのあるプレーというのが大事になってきますよね。そうですね、もうこの深い位置からでも入れるかもしれないですけども、ここは入れなかったですね。はい、でもそれ用のもう準備はしてますね、というの。はい、高山がセンターバックに入ります。さあ宗江、ここから持ち上がれるかというところ。2年前この轟で敗れた悔しさを胸にリベンジを誓った選手たちです。先輩の涙や悔しさ、その思いを背負って僕たちは戦いますと話していた選手たちが最後の力を振り絞るその時間帯に入ってきました。後半の35分を経過しまして、残りは5分とアディショナルタイム、1対0、この1点をなんとかもぎ取って同点に追いつきたいというところ。ここまでも粘り強く戦ってきましたその宗江が、ここも前線にボールを運ぼうというところ、照井がボールをさばきました。右にはたいて中にボールが入っていくか、桜井と泉が待っています。その桜井と泉のところに届けたい、ね、どう入れるかですね。はい、しかしそれをしのぐのがこの桐蔭の固い守備です。ここもボールを奪いました。ここで一旦笛が吹かれます。さあこの桐蔭としましてもベスト4で去年悔しい思いをした、そこを乗り越えていきたいというその桐蔭。そしてこちら11番桜井が画面今捉えていましたけれども、最後の年、そしてこの10番の泉と一人一人がこの特別な年を乗り越えてきました。そして攻守にわたってチームの先頭に立ってきたのがこの照井。サッカーだけではなくて自分がお手本になる、そういう選手になりたいという話をしています。さあ桐蔭がゴール前チャンスを広げるところ、うん、ここも人数をかけた集中した守備、しかしボールを奪います、クリアします。さあこのボール、このボールをつなげるかどうか、ね、さあボールを奪いました、うん、出ていきたいですね。になるか、は前に選手たちを集めたいところ、うん、裏へのボール、さあここ走っていきました。向こうサイド激しくボールを奪い合います。泉がボール体を張りますが、このボールを取った桐蔭、桐蔭のこの守備の集中も切れないですね。はい、さあここも中盤から激しくなります。ここも笛が吹かれます。まあ、やはりこういったワンフェーでプレーが止まりますけれども、まあ、両チームともに非常に気持ちが見えるような時間帯ですね。後半も残り時間が2分、そしてアディショナルタイムという時間になってきます。これは放り込みますね。はい、ここは宗江としてももうこういったセットプレー一個一個が大事になってきます。ボールをどこに入れてくるか、ここはワンマークでディフェンスにつく選手たち、その前ゴール前に行きました。こぼれている、このボールは
こぼれましたが笛が吹かれます、ファールがありました。フリーキック、松尾も怪我の痛みをこらえながら、そして今は腰のあたりも抑えていました。もうこうなってくると本当に気持ちが体を動かすというような時間ですよね。そうですね、もうここから気持ちの勝負ですね。はい、さあラストプレー、あと1点を取りに行くというこの総営と1点を守りきるという桐蔭、ここも前にボールを運びました。タッチラインを割ります。さあそしてアディショナルタイムは4分という予定をされているということで、4分あればまた何かが変わってきますよね。そうですね、十分にチャンスは作れると思いますし、はい、まあ、先ほどみたいにあの深い位置からでも、ね、放り込んでくると思うので、その後のセカンドボールの勝負ですね。はい、さあそしてここは接触があったでしょうか、中島、キャプテンの中島が一旦ピッチの外に出てプレー再開をしています。総英がボールをキープ、さあここから、うん、左に開いて樋口、ここは相手しますからね、はい、前にボールを入れる、落としたところ、このボールを対応、小野寺、後ろから前に中本、そしてこの池田というフレッシュな選手たちがこのフォワード前線を張っています。池田頑張ってますね。はい、まあ、こういったフレッシュな選手、そして1年生2年生という選手の躍動がまたこのチームに大きな力を与えています。桐蔭です。左に叩いて石川、中に走っていきます、うん、しかしここも体を張りました。ここは20番の飯島のディフェンスでしょうか。よくついてきましたね。はい、ボールの回収能力、うん、読みのいいディフェンスというのが一つ売りですが、ここは体を張ったプレーを見せました。倒れ込んでいます。なかなかすぐに立ち上がることはできません。何としても自分が止めるんだというそういった気持ちだったんでしょうね。そうですね、ソエの選手の方に少し焦りがありましたかね今は。はい、まあ、最後本当にこの残り時間が少ない中でアディショナルタイムに突入をしています。残り4分、もう気持ちと気持ちがぶつかり合う、まあ、プレーが激しくなってくるところも、うん、シーンも多く見えています。本当に球際は激しいですよね、お互いに。はい、新たな歴史を作りたい、そう話した選手たちは横浜ソエ、ここまで最高はベスト4、決勝の舞台、神奈川高校サッカーの聖地に一発に行けるかというその思いを最後まで振り絞ります。そして桐蔭学園はここまで東高に次ぐ9回のこの全国出場を決めているという、もう神奈川でいえば強豪校の中の一つ、その王者のプライドをかけて戦いたいと、そういった選手たちが話していました。その両校のプライドがぶつかり合う残り時間、アディショナルタイム、最後の力を振り絞ります。ワンチャンス作りたいですね。そういえば、はい、サイドから中にボールを入れていこうというところ、両チームの監督もテクニカルエリアの一番前に立って選手たちに声をかけます。さあここは桜井がボールを受けたぞ、しかし一旦後ろに戻して照井から、ここは樋口、さあどうする、ここはキャプテンの中島、うん、一旦先ほどは体を痛めて、はい、外に出ていましたけれども、もうこの中島もしっかりとした対応を見せます。さあこうなってくると桐蔭学園にこの決勝の舞台が手を伸ばし始めたでしょうか。そうですね、アディショナルタイムも残り時間が2分を切ったという時間になっています。今の中本のファールもらうプレーもね、チームのためにすごくいいプレーですよね。はい、さあここは中本、その中本の左足のシュート、走ったボールもう一度回収します。小野寺から池田か、仕掛けに行きましたが、ここはディフェンス抜かせません。プレーがありました、総へのボールになります。さあ残り時間が少なくなってくる、うっすらとうっすらと決勝の舞台がこの桐蔭学園に見えてきたでしょうか。その中最後まで諦めないプレーをするのが横浜総営、しっかりとこのベンチからの声というのも、ま、あの無観客で声援が送れないだけに、我々のこの放送席までも聞こえてきます ね。ベンチも一体となって、すべてが一体となってこの準決勝の舞台を戦っています。コーナーディフェンダーに当たります、コーナーキック。さあ残り時間が1分というところでコーナーキック、ここは一つ大きな大きなチャンスを迎えています。そうん、ますからね、
まあ、こういったチャンスという意味では本当にもうあとこれ一つもう一個あるかどうかというような時間帯ですもんね。やはり遠い硬いんでね、なかなか崩せてない中でこのセットプレーは本当に活かしたいですけどね。はい、さあそのセットプレー4番のテルイはボールファーサイド際のところ、そのテルイのヘディングが合いません。しかしまだボールはこぼれている、まだこのボールを拾って中にクロスを上げたか、これはクロスバーの上、まあ、直接シュートを狙ったようなボールだったかもしれませんが、そうですね、直接入ってもいいし触ってもっていうボールを入れようかというイメージかと思いますけどね。はい、白鳥のボールはクロスバーの上、最後この枠を捉えることはできませんでした。さあそしてここで最後の選手の交代です。東院は7番のここは本田に変えて16番の山野辺が入ります。最後ここはしっかりともう時間も使いながら、そうですね、これで時間使いながらやはり運動量必要なところで、はい、フレッシュな選手ですね。桐蔭学園としてもそういった、まあ、時間の使い方であったりとか、まあ、戦いの中でもしっかりと引いて守る時間帯を作ったりと、そういった戦術面では非常に長けたようなプレーをしていますよね。そうですね、やはり後ろの集中力消えないですよね。はい、集中力を切らさずこの最後の走への猛攻をしのいでいる桐蔭学園、決勝まであと残り時間はもう目安のアディショナルタイム4分というのは経過しています。あとはもうここのプレー守りきれるかどうか。さあ中本がボールをキープしたところで試合終了の笛、1対0 1点を守りきりました。桐蔭学園高校が決勝進出を決めました。桐蔭の選手たちの目にも涙が溢れていました。そしてこちらは総営の選手たち、最後の最後まで力を振り絞った選手たち、中盤のリズムが崩れ込む、やはりこの思いが両チームともに非常に大きくこのかかっていましたね。そうですね、本当にあの気持ち両チームともにすごく感じた試合でしたね。攻撃的な、ね、試合にはならなかったですけど、やはりお互いの特徴であるしっかりした守備しながら、あの一人一人が気持ち入ったプレー見せてくれて面白い試合でしたね。はい、まもなく喜びの声が聞こえますが、まあ、涙で溢れている選手たち、これはもう両チームともの選手たちが涙を流しているというこの激戦を表しています。今選手たちがこの応援席の方に行きまして挨拶をしました。そして応援席からは温かい拍手が送られていました。まあ、今までのこの高校サッカーと違って迫力のある応援というのは今年は見ることできませんでしたけれども、うん、この見守る保護者の皆さん、そして部員のこの選手たちのその思いというのはきっと選手たちに伝わっていたでしょうね。そうですね、人数は少ないですけどなんかすごく感じますよね。はい、その思いを受けた選手たち、放送席そして会場にお越しの皆さん、勝利インタビューをお届けします。今日決勝ゴールを決めました桐蔭学園立石壮吾選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。3年ぶりの決勝進出です。まずは今の気持ちから聞かせてください。まあ、去年悔しい思いした分、まあ、自分がチーム勝たせたかったんで、まあ、自分のゴールでチームが勝ててよかったです。その立石選手の前半終了間際に決まりましたあのゴール、あのシーン振り返っていただけますか。まあ、フォワードなんで、まあ、とりあえずシュートで終わろうっていう気持ちで、まあ、気持ちで打ったら入ってよかったです。狙い通りでしたか。まあ、狙い通りでした。そして後半も貪欲にプレーする姿印象的でしたが、どんな気持ちで今日の試合を迎えたのでしょうか。まあ、去年本当に自分がピッチに出て悔しい思いしたんで、まあ、技術じゃなくて気持ちで、まあ、チームを勝たせたいと思う気持ちで臨みました。そして立石選手の得点の瞬間はスタンドからも喜びの拍手が送られました。スタンドの思い、どのように感じていますか。
まあ、本当に今回が初めての、まあ、応援がある中でのプレーだったので、まあ、本当に応援の力は本当に改めてすごいなと感じましたし、まあ、その応援来てくれたみんなの前で勝っててよかったと思います。では最後に決勝の相手桐光学園ですが、どんな戦いをしたいか聞かせてください。まあ、簡単な試合にならないと思うんですけど、まあ、しっかりとまあチーム全員で、まあ、ベンチのメンバーも含めて勝ちたいと思います。決勝進出を決めました桐蔭学園立石総吾選手にお話を伺いました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、という立石のこのインタビューでしたが、まあ、一つ桐蔭のいい形でゴールを決められたという、そうですね、いい形でボール奪ってとか、はい、あの前線2人の、ね、スピードある守備からの攻撃っていうところが見えましたよね。はい、これで決勝に進む2校が出揃いました。勝利した桐蔭学園高校は第1試合を制した桐光学園高校との対決、もうこれもライバル対決というところですよね。そうですね、本当に面白い試合になると思いますし、今日のようなあのしっかりした守備と桐光も、ね、素晴らしい戦い見せましたからね、いい試合になるんじゃないですかね。はい、決勝も期待しましょう。第99回全国高校サッカー選手権大会準決勝は桐蔭学園が勝利しました。今日の放送の解説は矢島拓郎さん、インタビューは瀬村夏樹アナウンサー、そして実況赤井祐希でお送りしていきました。矢島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは轟陸上競技場より失礼します。